四季島型巡視船。四季島、秋津島型巡視船は、海上保安庁の巡視船の船球。分類上は、PLH、交渉船系は、ヘリコプター2機搭載型。世界最大の巡視船となる、中国海警局の海警2901と海警3901に、具材大級の巡視船で、その大きさは、海上自衛隊のイージス艦混合型護衛艦にも、 迫るサイズとなっており、旗、風型護衛艦とほぼ同じ。四季島は、四季島型戦艦、四季島に続き、日本の艦船としては二代目。順道系船の、秋津島型一番船。秋津島は19世紀の防護巡洋艦である、秋津島、太平洋戦争中に巡航した水上規模艦の秋津島に続き、三代目。 日本の原子力発電所で生じた使用済み核燃料はイギリス・フランス両国の再処理工場でプルトニウムと放射性廃棄物に処理されて保管されてきたが行き場がなく備蓄量は増加の一途をたどっていた。このことからこれを用いた MOX 燃料によるプルサーマル発電が試みられることになった。このためにはプルトニウムを日本に輸送する必要があり、 まず1984年に初回の輸送が行われたが、この際にはアメリカ海軍やフランス海軍の護衛を受け、輸送船にも武装した海上保安官が形状護衛を行っていた。そして1990年代初頭には2回目の輸送が計画されたが、1988年の日米原子力協定改定を受けて、核ジャックなどに対する体制強化が求められた。 この輸送の際の護衛を海上保安庁と海上自衛隊のどちらが行うかが政府内で議論となったが内閣外政審議室のジャッジにより海上保安庁が実施することになった。しかし出発地であるフランスのシェルブールから東海港に至る航路は2万回りを超える上に安全確保や航路周辺諸国の環状配慮の観点から途中燃料補給などは行わない予定であったことから 当時海保最大の巡視船であった水穂型巡視船ですらその任に耐えないことは明らかであった。このことから、長大な航続距離と強力な監視警戒能力を備えた巡視船として平成元年度補正計画で開発されたのが敷島であった。プルトニウムの輸送は以後行われなかったが敷島は様々な警備案件や長距離救難に投入可能な 大型の養生プラットフォームとして重宝された。約350億円にも及ぶ建造費、2009年6月18日の国会質疑によるのために、同型船の建造はなかなか実現しなかった。しかし、2000年代に入って、マラッカ海峡、ソマリア沖の海賊問題や尖閣諸島問題、海洋権益の保全などへの対応が重視されるようになったのを受けて、 順道系船建造が検討されるようになった。特に、ソマリア沖の海賊に関しては、遠隔地に常時一隻を派遣するため、航続距離が長く遠洋での長期活動が可能である、四季島に準じた船型による6,500トン型巡視船を新たに二隻取得すること検討された。これに応じて建造された船が、秋津島型一番船、秋津島であり、 平成22年度計画で搭載ヘリコプターとともに総額320億円が要求された。なお、秋津島型2番線に関しては、尖閣領海警備専従体制の構築が優先されたために棚上げ状態となっていたが、その後、相次ぐ中国交船による領海侵入に対応するため、平成28年度第二次補正計画で搭載ヘリコプターとともに、 総額328億円が要求され、2019年度末までに配備することが決定した。ついで平成29年度計画では増強分として3番線が、平成29年度補正予算で4番線の建造が認められ2021年度末までに配備される予定である。これにより、秋津島型は4隻となり、 四季島と合わせて六千五百トン型巡視船は五隻体制となる。船系は既存の PLH と同様、全通甲板を備えた朝鮮主牢型とされている。内部構造は軍艦に順じて、高換性に優れたものと言われており、船橋構造物は両原に通路を廃し、中央部の区画も横方向の通路で細かく区分している。 また船橋周りの防弾にはかなり留意されており、窓の内側にはポリカーボネート製の防弾ガラスを用意、外壁にも防弾板用の金具が取り付けられている。断片防御のみとされている同世代の軍艦よりもむしろ強固である可能性も指摘されている。なお、上記の経緯より各テロリズムを警戒して本型の設計の細部は非公開とされており、上院の名前も 船長ら数名の主要乗組員を除いては、海上保安庁職員名簿にも掲載されず、人事堂のリストにも掲載されない。船橋直前の 20mm 多重新基準の装備位置は、敷島では船橋構造物と独立した取り出状の看板室とされていたのに対し、秋津島では船橋看板下に電気機器室、OA フロアが設けられるど、 船橋構造物が拡大されたことから、その一部として組み込まれている。また格納庫上で 40mm 基準を搭載する構造物も拡大されており、これらの変更により、総トン数は約180トンの増加となった。また幅も17メートルに増加しているほか、計画年度が開いたことから、その間の選挙企画の変更にも対応している。 主機関としては、ディーゼルエンジン4機、合計出力3から4万馬力と推測されている。アメリカ海軍協会では、既存の PLH で採用されてきたセムットピルスティック、PC2 シリーズの V 型16気筒モデルである IHI セムット 16PC2 から 5V400 を搭載しているものと推測している。高換性確保のため、主機関は2機ずつ2区画に分散配置されている。 推進機は、ハイスキュードタイプの可変ピッチプロペラ、またバウスラスターも2機備えられている。なお、現、ユラ装置として、フィンスタビライザー2組を備えている。四季島は、巡視船では、唯一の対空操作用レーダーとして、対空監視装置を備えているが、これは、海上自衛隊のアップスマイナス14あるいはその、改良型とみられている。なお、 秋津島はプルトニウム輸送を考慮しなくなったことで、対空監視装置は省いている。敷島では、90口径 35mm 機銃を、連装マウントに配して、選手看板上の看板室と、後部格納庫上に一機ずつ搭載した。機銃そのものは、昭和53年度補正計画より装備化されたもので、あったが、従来は、木側操作の単装マウントであったのに対し、 本型では連想化して火力を増すとともに、光学射撃式装置 FCS による遠隔操作が基本となった。ただし一万一に備えて木側操作機能と移転席も残されている。また、船橋直前の量源には 20mm 多重新機銃も搭載された。これもやはり従来は木側操作であったもの JM61M を元に、 高角射撃式装置 RFS と連動して遠隔操作される箱型の単装砲塔に組み込んだものであり JM61RFS と称される JM61RFS については平成12年度より標準的な兵器に加えられたまた海上自衛隊の1号型ミサイル艇に搭載されたものもこの派生型とみられている これらは当時の巡視船としては強力な兵装であったが、これでも軍艦に比べて武装が軽すぎるという批判があった。秋津島では 35mm 連装機銃を高速高機能大型巡視船と同型の棒、法制向け 340mm 単装機銃に変更した。JM61RFS も同世代の巡視船と同じ最新型に改正されている。 また船橋ウィングを含めて、船内各所には 12.7mm 機銃用の銃座が配置されている。なお、四季島では格納庫の両原に放水銃を装備していた。また、秋津島ではさらに選手側の 40mm 機銃の両脇に高圧放水銃を備えている。四季島では全天候型の救命艇と警備艇を各2隻搭載した。 なお警備艇のうち、右舷側の PLH31M3 はプロペラ推進艇、左舷側の PLH31M4 は、旋回域での使用を考慮したウォーターエッド推進艇であり、乾板室の形状も異なっていた。また格納庫上の前端には、複合艇とその溶光用のクレーンが装備された。 秋津島ではさらに2隻増やして、搭載艇は6隻となった。選手側から7メートル型高速警備級難艇、全天候型救命艇、高速型警備艇が、両弦に1隻ずつ搭載されている。高速警備級難艇、警備艇はそれぞれ、ミランダ式ダビットに搭載されているが、救命艇のダビットは、艇内から固い増し目を解いて落下させられるタイプとされている。 なお高速型警備艇は、監視取り締り艇をベースとしており、操舵室の天井を開放すれば、重座にもなるとされている。本型の最大の特徴が、大型のシュペルピューマヘリコプターを2機搭載、運用できるという強力な航空運用能力である。これは、まず巡視船、宗谷の初期設計案、続いて、水穂型巡視船の初期計画で検討されたものの、 いずれも断念されたものであり、四季島は大型の AS3328 トン級、秋津島ではその発展型の EC22510 トン級を搭載している。四季島は収益直後の1992年11月に最初にして最後の護衛任務を行った。護衛任務を実施した際、 フランスでプルトニウムを受領した直後にグリーンピースの漁船から抗議と称する体当たりた攻撃を受けて、軽微な損傷を受けたが、任務遂行に支障はなかった。これ以降、酸化プルトニウムの輸送は行われず、これに代わるモックス燃料の輸送は、英国原子力公社警察隊の武装保安員がパシフィック社の輸送船に計上して実施されたため、敷島は護衛任務につかなかった。 護衛任務から外れてからは、高校生を生かして、中国や台湾との緊張が強まっている。尖閣諸島や沖ノ鳥島の周辺海域を定期的に巡回して、警戒、監視活動を行っている。また、日本の治安機関を代表して、東南アジア諸国に毎年のように赴き、シンガポールやインドネシアなどと合同での海賊対策訓練などを行っている。 2015年、平成27年4月8日から9日の、近城天皇、皇后方のパラオ行幸径には、秋津島が宿泊施設として用いられた。パラオ国際空港と、訪問先のペリリュー島が離れすぎることや、移動にヘリコプターを用いることによる選定で、天皇の外国訪問に、海上保安庁の巡視船が使われるのは、初めてのことである。これに合わせて、秋津島は、 高齢となった天皇皇后が利用する可能性のある船内設備にスロープや手すりを設置するなど可能な限りのバリアフリー化を図った。また個室である船長室に大きめのベッドを入れて二人で泊まれるようにしトイレも温水洗浄便座に変更するなどの紹介層が行われた。2018年3月25日より敷島は 第10管区海上法案本部に配属がえとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。